皆様こんにちは。湘南エイジエクリニック大阪院の看護師と院長の斉藤です。よろしくお願いします。今回はですね、こちら薄毛になりやすい人ってどんな人ですね、先生にお答えしてもらおうと思います。先生どうですかね。はい、そうですね、ズバリね、薄毛になりやすい人っていうのは結論から言うと、遺伝がベースにあるんですね。 AGA って言うんですよね。でただ、遺伝の持ってる人でも、生活の習慣だったりとかね、そういうものでなりやすい、なりにくいというのはあるんですね。うん、で AGA の一番ポイントになるのは DHT っていう悪い男性ホルモンが毛根を攻撃しちゃうんですけどね。この DHT が起こりやすい、発生しやすい環境になってる人っていうのがいるわけですね。うん、DHT もこれホルモンなんで、まずね、不規則な生活をしている人ね、生活のリズムがアンバランスだと、ホルモンの分泌っていうのが不安定になっちゃうんですね。でそうすると、この悪玉の男性ホルモンが活発になりやすいですね。それから、あとストレスフルな生活をね、している人ね、例えば、精神的なストレスも実はそうなんですね。で精神的なストレスが加わったりすると、交感神経っていうのが活発になってね、で交感神経っていうのは体がこう戦闘態勢に入るっていうことですけど、そうすると毛根に行く血流が悪くなって血管を締めちゃうんですよね。でそうすると低酸素状態になってくると、DHT が周辺に発生しやすくなったりとかってもありますし、同じ、ね、姿勢をじっとしてる人なんだっていうのも、肩こりがある人とかね、うんうん、っていうのは頭皮に向かう血流量が落ちるんですね。そうすると薄毛になりやすいとかですね、そういうのもありますし、あとやっぱ食べ物ですね。髪の毛もあと原材料があって作られるわけですけども、いわゆるアンバランスな食生活をしている人ですね。次になります。レトルト食品だったりとかね、そのたくさん食べてる方とか、あと決まった時間にやっぱりね食べれないと、これもさっきの生活のリズムが崩れたりとか。うんうん、そうですね、ありがとうございます。やっぱり規則正しい生活を送るっていうのが最も重要になるみたいですね。あとは食べ物に気を使ったりだとか、また当てはまる方いらっしゃったら、ちょっとまた今回を機に生活習慣見直していってもらえたらと思います。ちょうどね、今自粛のね、家にこもって自分ではね、戻るできないちょっと不規則な生活になったりとかっていうのもありますし、あとストレスをね感じる方も見えると思うんですよね。やっぱり薄毛にならないためにも、リラックスをできるものをねして、で規則正しい生活を心がけて、でバランスのいい食事生活を送る、そういうのをねやってみたいと思いますね。そうですね、ありがとうございました。また、AGA に関してですね、 YouTube で動画配信していこうと思いますので、また皆さんもよかったら見てみてください。今日はこれで終わりになります。ありがとうございました。バイバーイ。